日本プロマージャン連盟第41期鳳凰戦 A1 リーグ、今週からプロ連盟のリーグ戦が始まりました。鳳凰戦の開幕カードは沢崎プロと内川プロという桜ナイツの元チームメイト対決となりました。結果はこのようになって、沢崎プロが全連敗、内川プロは全逆連敗となって苦しいスタートとなりました。また3回戦目のトン一局では、親の古川プロが国士無双を上がって配信を盛り上げてくれました。まだスタートしたばかりですが、とりあえず沢崎プロが暫定1位となりました。試合後に各選手は次のようにコメントしています。今日は2回終わって忍者に連勝されてね、3連勝されたら一生言われるなと思って頑張らなくちゃと思ったら、古川さんが1万6000ホールっていうし、4回戦は内川くんがトップで2着でいいやと思ってたんです。2人沈んでくれれば1人浮きになるかなってトータルその予定だったんだけど、最後ちょこちょこ上がれましたね。まだ1節終わっただけであと12回ありますからね。12連勝を目指して12節ね、それを目指して頑張ってみます。負けたら黙ってますんで、まさか3回戦終わってマイナスになるとは思ってませんでしたね。グランプリ以来で友武さんに4万8000打った時と同じシチュエーションなんですよ。普段泣かないような関羽ピン泣いて4万8000回避したんでついてんなぁと思ってたら、でも泣きで天杯入っちゃったんで、まあなんとかひさちゃん棒だけは出動しないように。出してたじゃん、出してたじゃん自分で。もう言わないでよ、二度と言わないでよ。今日は忍者棒でした。どうせ本番は最終戦だと思うので、そこまでは前哨戦だと思って残留目指して、毎回最終戦だけ主役になれるので、今年は道中1回くらい主役になれればいいなと思います。とりあえずプラスで終えましたんで、毎回毎回ギリギリの残留だったんでね、少しは余裕を持って戦っていけるように1年頑張りますので、応援よろしくお願いします。まあこんなもんでしょう。僕は今日プラス20ポイント浮くつもりだったんだけど、20ポイントかける12回戦で240ポイント。そういう計算ばかりしているんだけど、またすぐ次があるのでよろしくお願いします。スピードが全然足りてなかったので、まあしょうがなし。1回戦から古川さんが泣きまくるのかなと思ったら、沢崎さんと藤崎さんが泣きまくって、30分ゲームで、これ予想と違うんだけど、思いながらやりましたけど、あまりにも間に合ってなかったですね。マイナス40の日かなと思ってやったんですけど、国士の分だけちょっと57になっちゃいましたね。次もまた藤崎さんと沢崎さんと当たるんですよ。次はちゃんと手入れて、ちゃんと手が入った時はぶつかりたいですね。やり合った感は全くなかったので、久しぶりの A1 でバチバチやりたいなと思ったんですけど、あまりも手が入らなかったんで、まあ仕方なし。久しぶりの A1 デビューだったんですけど、地蔵みたいな感じで終わっちゃいましたが、長いので手が入る時にちゃんとプラスを伸ばせるようにやりたいかなと思います。国士危なかったです。日本プロ麻雀連盟第19期女流王家 A リーグ、女流王家の開幕戦、注目は前女流王家の白金プロと M リーガーの二階堂亜希プロでしたが、結果はこのようになってマイナスからのスタートとなりました。女流王家は第7節までしかないので、亜希プロは早めにポイントを取り返していきたいところですね。試合後に各選手は次のようにコメントしています。入りあまり良くなかったんですけど、浮き取れたんで良かったです。2節目になるまでに全部ポイントが見えるので、そのポイントを見ながらどういう風に立ち回るかとかしっかり考えて臨みたいと思います。次も楽しみにしています。パー150からガラッと変わってしまいました。あれよくやっちゃうんですよ。チートイドラドラでどっちだどっちだってやっちゃうので、本当に良くない癖なんですけど、あれはちょっと耐えなきゃダメだなと思いました。ちょっと中途半端すぎてダメだったなと。小さいですけど第1節プラスで終えて良かったです。次も頑張りますので応援よろしくお願いします。いやーめちゃめちゃ負けるかと思って、3回戦の親番トン一局の手が入ったかと思ってたら、すぐともちんに放獣してこれはやばいと思って、頭の中でマイナスを計算してしまい、
このままずるずるいったらまずいぞと思っていたらなんとか3着で、でも4回戦がトップ取れてたハンチャンなんで反省しないといけないなと思いました。久しぶりの女流王家でものすごく緊張してきたんですけど、なんかいい緊張感で臨めたかなと思いました。1節目プラスとはいかなかったんですけど、あと6節魚谷さんに挑戦できるように頑張っていきますので応援よろしくお願いします。マイナスがこれくらいに抑えられてよかったなという感じですね。細かいことを言えばいろいろあったと思うんですけど、全体的に今日は手は悪くなかったけど、いまいち上がれてたなという曲もなくて、ドラが来た時に上がれなかったというのもありましたね。最後も普通に打って普通にラス引きましたみたいな感じでしたね。今日はメンツ的に網点が多いメンツだったんで、どこまでケアするか考えてたんですけど、開幕戦だしそこまで警戒しすぎてペタペタ降りててもなと思ってたんで、警戒するところは警戒してたんですけど、きついなっていう補充があって、まあスタートダッシュがつまずいてしまったんですけど、まずはプレーオフというところを見たいと思うんですけど、今季少なくなって高級が多くなったので、マイナススタートになると下見て戦うというのが続いちゃうとフラストレーションがたまる曲をお見せすることになるかもしれないですけど、全然まだ先があるので上を目指して頑張っていきたいと思います。最高位戦日本プロ麻雀協会第49期最高位戦 A1 リーグ、今週は第2節リータクの試合が行われました。全員1回ずつのトップとなりましたが、ラスを引いた回数、2着の数で差ができて、坂本プロと大悟プロがスコアを伸ばす形となりました。坂本プロはこれで決定戦圏内の3位まで順位を上げています。試合後に各選手は次のようにコメントしています。僕の1回戦目に結構なところからラスになったんで、ちょっといろいろ考えてたんですけど、しょうがないっぽいし今日ダメかなと思ってましたけど、最後に1杯手入りましたね。まだ始まったばっかですけど、幸い浮いているんで、このまま決定戦目指して頑張ります。今後とも応援よろしくお願いします。結構手良かったと思うんですけどね、序盤はね、最後の方悪くなって、大悟さんに打った1万2000がすごい痛かったですね。あれもうちょっと展望あったらリーチ行かないとかもあるのかなとは思いましたけど、まだ始まったばかりというか、1節目2節目終わって今回マイナスしてしまったんですけど、まあできる限りのことはやれたのかなと思っています。次以降も頑張ってプラスを重ねて決定戦目指して頑張っていきますので、皆様応援よろしくお願いします。いろいろきついところもあったんですけど、最後まで集中できてたと思うんで、すごい楽しかったです。結構負けたけど、マイナスどれくらいいっちゃいました。2節なんでね、ちょっと3桁マイナスになっちゃうと気分的にはあまり良くないですね。次も引き続き準備して、次こそね、初日を上げたいなと思います。ちょっと待て待て待て、お疲れ様でしたしかまだ言ってないからね。今日新しい服で来たんですよ。上野のレモンスカッシュを買ったお店で、上野シャツ店さんというところがあって、そこ行ってなんか新しいネタないかなって探しに行って、これいいじゃんって買ってきて、襟が赤でネクタイ赤にしたらマジシャンみたいでおしゃれだなと思ってさ、それで今日勢いよと来たのにさ、カズマに3000、6000をやかぶりされて、なんか展開きつくて43でさ、こりゃダメだと思うよね。オコになってネクタイチェンジしたらトップでしたね。勉強になります。ありがとうございました。ちょっとちょっと終わらせようとしてるでしょ。あら、やっぱ楽しいですね。こういうメンツで麻雀を打つのは、4ハンチャンはしんどいから毎日3ハンチャン、人生これだけでいいよねみたいな感じの気分になりました。本当にめちゃくちゃ楽しかったですね。麻雀の話僕にも聞いてもらっていいですか。なんかあるじゃん、なんかあれ、ちゃんと解説してくれましたか。してないです。ありがとうございました。今回から最高位戦も打つのを早くしたりとか、いろんな平常の仕組みとか変えまして、なるべく対局時間を早く済むようにっていう風に坂本さんを中心にですね、やったわけですよ。そしたら見てください、5人打ちが9時前に終わりましたよ。これすごいですよね。
僕はそれに対してすごい喜びに満ち溢れています。次節はまたこの赤いシャツに赤いネクタイ、それが本当に逆連帯しかできないのか検証したいと思います。交互期待。待ちましたよ、インタビュー最後って聞いて。うわ、園田さんの後かと思っちゃいましたもんね。嬉しいですね。今日はちょっとつきすぎましたね。1,2 回戦がなんであれが1着2着で終われるんだろうって、ちょっとよくわかんないですもん。自分でもあんなことあるんだね。幸せですね本当。僕そんなにやらないんですよ。役満無理に親で国士とか何年ぶりぐらいにやったんだろうって。ションパイってどっか固まってるでしょ。1枚いてくれたんだけどね。また私の出番は3週間後にあるんですけど、それに向けてしっかり準備してベストなパフォーマンスを見てもらえるようにしっかり臨みたいと思います。最高位戦日本プロ麻雀協会第24期最高位戦女流 A リーグ、今週は第1節 D 卓の試合が行われました。注目が M リーガーの浅見プロに集まりましたが、その浅見プロがトップ2着2着の全連帯でプラス118ポイントと絶好のスタートダッシュとなりました。暫定1位の水原プロにわずかに届きませんでしたが、このまま決定戦が狙える位置をキープし続けたいですね。試合後に浅見プロは次のようにコメントしています。毎年変わらず決定戦に行くぞという思いで開幕戦から打っているので、特に特別違った思い出とかはなかったんですけど、昨年から M リーグに出て応援してくださる方もすごい増えたので、また勝たないといけないなってちょっと肩の荷がズンとあるぐらいで、頑張ることは変わらないので冷静にやらないといけないなと思って臨んでいます。手がずっと入っていたので何もできなかった曲が少なくて、何かしらやってた、泣いたりとか前に出たりとかしてたんで楽しかったです。もう10年以上行っているんですが、決定戦に今年こそ行けるように前節通してプラスを重ねられるように頑張っていこうと思います。2節目以降もいい麻雀が打てるように、それでプラスできるように頑張っていきたいと思います。日本プロ麻雀協会第23期ジャン王戦 A1 リーグ、協会のリーグ戦も始まって今週は2試合行われ、4月1日に開催された対局の結果がこちらです。 M リーガーの堀プロがまさかのハコラススタートとなりましたが、終わってみればプラスでスコアをまとめました。前ジャン王の浅井プロはほぼ原点付近の無難打で出しとなりました。そして5日に開催された対局の結果がこちらです。矢島プロが全連帯を決めて今年も上位に食い込みそうな強さを見せてくれました。 M リーガーの松本プロは最終戦のオラスに矢島プロにまくられたのが痛すぎましたね。とりあえず暫定順位はこちらになっています。試合後に各選手は次のようにコメントしています。4回連続は疲れますね。メンツも強いし、全然堀くんとか打ってくれないんだよ。僕のようなロートルが若い人たちに見てもらって、中年の同じぐらいの人は見て一緒に頑張ろうと思っていただければ、そんな感じです。今日松が2回終わってプラス20くらいだねって予言してたんですよ。今日ハコラススタートだったんでね、スタートを考えればまあまとめたかなと。完全に腕だけですね。本当に今日はすごい腕だけだったな。流れは相当なかったと思います。常人が打ってたらマイナス80くらいじゃないかな。決定戦確率はそんなに高くないんだよね。残った時は高いんだけどあんま高くない、 50% くらいかな。まだ始まったばっかりなんでね、まだ何とも言えませんけど、これからコツコツ勝っていって最終的に決定戦に残りたいと思います。3半ちゃん目はついてましたね。最終半ちゃん目ってついてたんだけど、いいスーピン上がりたかったですね。1年ぶり極リーグ戦が人生の中で一番好きなんで、リーグ戦が一番楽しいんですよね。やっぱり高級はきついんですけど、もちろん A1 リーグってなんか飲みに行くとか、それが一番好きなんで、またいつもの楽しい日常が戻ってきたということで、また頑張っていきたいなという感じですね。1戦目堀さんがいて、やっぱ強いなって思いながら打ってたんですけど、今回は全員2回ずつ当たるようになっているんで、また決定戦とりあえず
下見て打つと僕はダメなタイプなんで、とりあえず決定戦だけを目指してこれからも頑張っていきたいと思います。最後1枚乗れば2着と思ったら2枚乗っちゃいました。最初1枚ゆっくりめくったもんで、2枚ずつじゃなくて演出入れて1枚乗った次が激アツすぎて、今日は久しぶりのリーグ戦で不安だったんですけど、自分の中ではかなりいい麻雀が打てたと思います。ダメな局もあったんで見返して次に生かしたいと思います。半端じゃないあの男、裏裏条件満たして最後トップだったらプラスだったんですけど、最後一発消したんですけど中暗感されて最悪と思って、そのせいで裏1、2着悔しいですね。最後のツモ番であれ抜ければね。しかも一発消してなければ積もってなかった。でもあれは一発消しちゃうな、暗感だるい、本当にだるかった。まあ1回戦目ノーホーラのゴキメラスくらった割には耐えた方だと思います。僕のリーグ戦も開幕したんですけども、 A1 リーグ4年目になりますかね。一昨年決定戦行って浅井さんに敗れて、去年は箸にも棒にもかからずいたんで、今年はね、なんとかまずは決定戦に残って初のジャン王獲得に向けて頑張りたいと思います。ということで今回はここまでとさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価をしていただけると大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。